皆さんこんにちは、キラリちゃん MC のゆきひらりさです。今回が2回目の部活動応援、東京の立川に来ています。どんな活動を見せていただけるのか気になります。それでは早速キラリちゃん始まります。 GO! 部活動応援ドキュメンタリー、キラリちゃん。ゆきひらりさが部活動やサークル活動に密着し、グッときたキラリポイントを探るちょっとゆるいドキュメンタリー番組、JA タウンお肉の宅配肉市場の提供でお届けします。まだどういった大学なのかわからないんですけれども、何なんかわー、ちょっと待って、びっくりした今。待って、マネキンですよね。あれ、これはもう完全に医療系だとは気づいたんですけれども、発見しました。こちら、今日はなんと東京医療保険大学さんにやってきています。紹介文をちょっと読みたいと思います。命、思いやり、絆、愛を尊重する心を持った医療人を育成するため2005年に誕生した大学です。看護師養成者数では国内最大規模の医療系大学として、多様性を受け止める開かれた大学を目指し、教育、研究、社会貢献に取り組んでいる大学とのことです。はい、早速ね、中を見て調べていきましょう。 GO!、はい、JA タウン北海道、どこまでも続く一本道、道民のソウルフードジンギスカン、北海道の美味しいふるさとをお届け。産地直送通販サイト JA タウン。さあ、もう今回ですね、取材させてくれるサークルがね近いみたいで、では実習室にやってきました。ちょっと中を、思いっきり救急救命してます。すごい、ちょっと緊迫した雰囲気なんで入りづらいんですけれども、入っていいですか。じゃあお邪魔します。こんにちは。こんにちは。はい、今回皆さんを取材させていただきます、ゆきひらりさと申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、今やっていたのはどういった実習になるんですか。交通事故が起こしちゃって、はい、そこで救急車の乗ってる人たちが実際に処置をして助けようっていう事例をやってました。はいはい、おー、いや、大学とは思えないほど緊迫したなんか状況でちょっと入りづらかったんですけども、本当に実際の雰囲気に似せてこう近づけてやっているということですね。はい、こちらの部活動さんはどういった団体になるんですか。はい、ここは救命救急のサークルで、実際に医療現場には出れない学生なんですけれども、実際出た時のためにそれぞれが役、看護師さんだったりお医者さんだったり役割を交代しながら練習して実技を身につけていこうっていうサークルになってます。今やっていた交通事故の救急隊の事例をもう一度初めから教えてもらえることってできますか。はい、大丈夫です。あ、お願いします。はい、じゃあ今から、電車と車の交通事故の事例をやっていきたいと思います。はい、お願いします。はい、救急隊員の方にこういう状況で通報が入りましたよ。東京です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 。東京防ぐために首を固定しますよっていう。せーの、1、2、3。体を動かさないように運ぶっていう重要さがすごい見てて伝わりますね。1、2、3。どうします。はい、ありがとうございました。いや、本当に確認事項がとにかく多いっていうのと、あと症状にもよると思うんですけど、やっぱりこう体をどういった体の中で症状が起こってるかわからないので、もう本当に動かさないようにっていう重要さも伝わりましたし、あとやっぱり患者さんに常に話しかけている
姿勢がすごい患者さんとしても安心するだろうし、あと現場のほうれん草とかもすごく大事なんだなと思って。おお大丈夫ですか。おお大丈夫ですか。はい、はい、実際、はい、一般の方でもできるような簡単な処置を一緒にやっていけたらなと思うので、はいはい、これ私たちと同じお洋服に着替えてもらってもいいですか。はい、あもちろん、はい、じゃあお願いします、はい、じゃあちょっと着替えていきます。はい、はい、このすき焼き今までと何かが違う。お肉の旨みがたまらない。この美味しさの秘密はそう、マイナス30度で一気に凍らせる究極冷凍。解凍時にドリップが出にくいので冷凍なのに美味しい。冬はすき焼き、温かくなれば焼いても美味しい。究極冷凍黒毛和牛肩ロースすき焼き用はお肉の宅配肉市場をチェック。ということで着替えてきました。はい、それでは私が行う演習は何でしょうか。はい、今日は看護師さんになってもらって、はい、ここで心臓が止まっちゃった人の対応をする心臓マッサージ、はい、BLS というものをやってもらいたいと思います。立川さんこんにちは。わかりますか。立川さんわかりますか。飛んでください。あいいんですか。いいですよ、うん、もうちょっと押して大丈夫です。あこんなに押していいの。もっともっと脇腹のところへん、okay、離れてください。1、2、3で変わります。はい、1、2、3でしょ。多い多い多い結構難しいですか。難しいというより手順が多いから、こう手順間違えたりとかすると焦っちゃうじゃないですか。なのでやっぱ冷静に手順を覚えてっていうのが大事だと思いますね。これ結構力がありますね。うん、なんかやっぱり垂直にしないと心臓に力が伝わらない感じがあるので、強く速く絶え間なくっていうのが心臓マッサージをやる上ですごい大事なサーフレーズになってます。それでは本番をやっていきましょう。はい、じゃあスタートしてください。はい、お願いします。立川さん大丈夫ですか。立川さん大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。心臓も動いてないです。脈もないです。応援お願いします。こちら置かせていただきます。変わります。1、2、3で変わります。あ、換気の準備大丈夫です。1、2、パッドを胸に装着してください。ランプが点滅しているソケットにパッドのコネクターを接続してください。30、離れてください。排泄中です。はい、離れます。体に触れないでください。ショックが必要です。充電中です。ショックを実行します。します。オレンジボタンをショックが完了しました。一時中断中です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸をしてください。変わります。変わります。1、2、3で変わります。はい。1、2、3。お願いします。立川さんの意識戻りました。はい。戻りました。助かりました。あ、よかったです。立川さん。いや、どうでしたかね。いや、もう覚えるのが早くて、はい、すごく綺麗な BLS のこの一連の流れだったと思います。はい、こんな初めてなのにすごいなって思いました。いや、なんかちょっと私本当に人生で心臓マッサージの経験はなかったんですけれども、もしねそういった場に出くわしてしまったらちょっと今日のことを生かして頑張りたいなと、はい、なんかちょっと心強くなりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お礼として今日黒毛和牛を持ってきましたので、ぜ
ぜひみんなで食べませんか。お願いします、はい、ちょっとあの急に変わって申し訳ないです。それではバーベキュー場にゴー。今日のお肉は宗谷岬牧場の宗谷岬和牛サーロイン。皆さんお待たせいたしました。お肉です。はい、それではこの宗谷岬黒毛和牛サーロインを食べて力をつけて、これからも活動頑張ってください。せーの、いただきます。はい、このお肉とか食べたことあるんですか。はい、もう私あの2度目なんですけれども、本当に美味しいので楽しみにしててください。なんか脂が本当にしっかり乗ってて、タレとの相性が抜群なので。では早速焼き上がりましたので、みんなで食べましょう。いただきます。いただきます。うん、うん、柔らか、本当に美味しい。ではご飯が欲しくない。ではここで代表の平松さんにね、ちょっとお話を聞いていこうかなと思うんですけれども、まずこのサークルに入ったあのきっかけとか理由ってありますか。もともと救命救急に興味があったんですけれども、部活動紹介とかそういったところでやってるのを見てかっこいいなと思って、私もそういう存在になれたらなというふうに思って入ってみました。活動のやりがいとかは、すごいさっきもわちゃわちゃしてたと思うんですけど、仲間がいることで本当にあの大変なことも楽しいこともたくさんあるんですけど、その全てを一緒に乗り越えてられるのがすごい貴重だなというふうに、それを乗り越えていくこと自体がすごい私のやりがいで、今のモチベーションにもなってます。大学って青春ですね。いや、いいなと思いました。やっぱりこの医療大学なので、就職先とかも結構半分以上は皆さんそっち系に行かれる。そうですね、ほとんど看護職に行くか、もっとレベルアップを目指してその大学院に進む子もいるんですけど、なるほど、はい、なんか勉強ももちろんそうですけど、実技の時も確認事項もすっごい多くて、手順も多いので、やっぱり冷静な判断がすごい必要になってくる職業だなと見てて思いましたね。では最後に、救急医療、平松さんにとってどんなものですか。私にとっては向き合っていくことだと思います。そのさっきやってた患者さんとも向き合っていかなきゃいけないし、自分自身とも技術を高めていったり、それこそさっき言ったチームワークなので、いろんなところと向き合っていくことで自分の技術も得る経験値としてもたくさん得ていくものがあるので、向き合っていくことが救命救急なんじゃないかなというふうに私は思ってます。ありがとうございます。アクトの特徴を聞いてもいいですか。はい、アクトの皆さんはつながりが持てることで、先輩後輩ここにいる同期はもちろんなんですけど、その救護とか外部の活動に行った時に看護師になった先輩にお話を聞けたり、お医者さんだったり救命士さんだったり、すごいいろいろなところでつながりが持てて、より経験値も学びも深まって、そういう関係性がつながりがあるのがいいところだなと。男性もね、唯一一人いらっしゃって、これあのこの医療大学は女性の方が比率が多い。そうですね、9対1ぐらいの割合で、はいはいはい、そうなんですね、はい、じゃあ貴重な男性の人材なんですね、はい、あの活動実績とか聞いてもいいですか。年間10回程度 の、はい、あのマラソン救護と、はい、あとはなんかメディカルラリーっていう大きな大会があるんですけど、それに優勝したり、すごい、はいはい、え、すごいじゃないですか、優勝だなんて。これからの活動とかって主にどういったものをしようかなって。学校の中でやるのは先ほどお見せしたような実技をどん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 レベルアップできるかなというふうに思ってて、外部はそれこそさっき言ってくださった
最近だとアクアラインマラソンという大きなマラソン大会があるんですけど、そちらの救護ボランティアに参加させてもらったり、あと今年も開催されたらメディカルラリーという大会にぜひ出れればなというふうに思っています。じゃあ今年もメディカルラリーの大会ちょっと期待したいなという気持ちもありますけど、そういったボランティア活動もされてるっていうことで、すごい皆さん大活躍ですね。我々の生活にとって医療は欠かせないですから、本当になんか今日皆さんとね、こう出会えて、なんか自分自身もちょっと心強くなりました。じゃあね、早速お肉の感想をお願いします。はい、予想以上に柔らかくて、なんかおこちっちゃい子供から高齢者まですごい美味しく食べれるお肉だなと思いました。わー、もうありがとうございます。100点満点のコメントいただきました。バーベキューとかで焼くと肩かれちゃう。確かにすごい柔らかくて、とても美味しかったです。へー、よかった。たくさん食べられると思います。聞きました。確かにバーベキューって火加減とかも難しいし、まあ、ちょっとスーパーで買ってきた安いお肉とかだとちょっと硬くなりがちな時ってあると思うんですけど、本当にこの宗谷岬牧場の黒毛和牛サーロイン、めちゃくちゃ柔らかくてもちずしで本当に美味しいので、ちょっとたくさん食べましょう。はい、ということで皆さん、宗谷岬黒毛和牛サーロイン美味しかったですか？美味しかったです。ありがとうございます。皆さん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、今回の私一押しのですね、キラリポイント、先ほどねお話いろいろお伺いした中でもやっぱりチームワーク、この先輩から後輩に受け継がれるそういったリレーも大事ですけれども、この現場にいる皆さんのねチームワークの一体感もすごくて、やっぱりそれでこうね救急医療成り立っているところもあるんだなと思いました。私も今日初めて心臓マッサージやらせてもらったんですけど、思ったよりやっぱり力も必要だし、角度とか体勢とかいろいろコツがあってね、大変だなと身に染みて感じました。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてね、今日みんなで食べたこちらの宗谷岬牧場の宗谷岬黒毛和牛サーロインは J タウンのですねお肉の宅配肉市場でも購入することができます。詳しくは概要欄のリンクをぜひチェックしてみてください。そして救急救命について勉強になったよっていう方、そして東京医療保険大学救急救命サークルアクトを応援するよって思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは次回のキラリちゃんも、せーの、お楽しみに。